CS 放送、TBS チャンネル1最新ドラマ、音楽、映画、にて、世界中から大きな注目を浴びる5人組グループでセラフィム待望の初ツアー。2023でセラフィムターフレームリシズから、8月31日、木曜日、に国立代々木競技場第一体育館で開催された東京公演をテレビ初独占放送。さらに、 メンバーの新たな魅力に迫る独占インタビューを追加した特別版でお届けする。美しさが際立つビジュアル、力強く情熱あふれるボーカル、芸術的要素も組み込まれた圧巻のパフォーマンス力、多様な才能を持ち合わせた5人が集結し、最強のグループを形成したレセラフィム。2023年1月の日本デビュー後、初となる待望の単独ツアー日本公演は、 アーティストとしてのポテンシャルの高さを見せてくれた。変える場所は燃やし、未来へ進む、という強い意志が込められた、フレームリシズ。ツアーは、衝撃的なバックドロップパフォーマンスで幕を開ける。日本デビュー曲、フィアレスジャパニーズバージョン、や、ダイナミックなダンスブレイクで魅了する、ザ・グレート・マーメイド。その後も日本公演では初披露となる日本オリジナル曲、チョイス、が届けられ、開始早々。 ライブ会場は興奮のるつぼと化す。会場全体で踊ろうというメンバーからの提案で、その日限定の振り付けを作るなど会場の一体感が高まったところで、暖かく優しい愛をくれるファンへの感謝と幸せな気持ちを歌詞に込めた新曲、We Got So Much が披露される。会場の全てに自分たちの思いを届けようと観客一人一人とアイコンタクトを取りながら、 情感を込めて歌う姿に感極まるファンの姿も見受けられた。新世代のファッションアイコンでもあるレ・セラフィムのステージは世界中から注目を集める。スポットライトを浴びるたびにキラキラと輝くラメメイクや個性に合ったヘアスタイル、クールさと愛嬌のある可愛さを合わせ持ち、トークでは愛らしい素顔を覗かせる。ファンとの絆を一瞬一瞬高めるような言葉や仕草などからは、 アーティストの真骨頂ぶりを垣間見ることができる。インタビューでは、単独ツアーが決まった瞬間の気持ちや衝撃のオープニングパフォーマンス日は、ライブ本番前のルーティーンなどに加え、5人の共同生活にまつわるプライベートな質問も。個性光る回答はぜひ番組を見て確認してほしい。